間違いなく口と脳みそは違うことを感じて違うことを思ってるね。混乱するな。田んぼのど真ん中って感じのところに店があるので、あ、開いてる開いてる、おお、空いてる空いてる、ここです。はい、おはようございます、はい、おはようございますの時間です。おはようございますの時間で、今日は、うん、漂流工房さんの漂流号で、はい、うどんを遍路じゃないですけど、はい、一緒に旅したいと思います、はい、ちょっと見づらいと思いますけど、さぬき、なんて読むの、うどん、てっちゃん、はい、後で読み方教えてもらってテロップで入れさせていただきます。はい、で、本生だそうです。さぬき本生うどん、すごいね、楽しみで、初、うんうんうん、モーニングうどんのお店なので、でね、サイドメニューがたくさんあるみたいなので、すごい楽しみなの。早く行こうか、はい、ちょっと幻のものもあるらしいので、はいはい、ちょっと行ってきます。行ってきます。いただきます。シンプルなのがやっぱうどんのコシとかさ、お出汁を楽しめるよね。とかね、お出汁の香りがすごいいい香りする。うん、いただきます。うん、どうですか。うん、うん、では幻のラウドン、わあ、本当のラーメンだこれ。うん、ラーメン？うどん？食感ラーメン？うんうん、味は？味これと同じ感じ。ちょっとイメージが分かんない。そうそうそう、 うどんのスープだよ。ちょっとちょうだい。優しい感じの味。これって麺入ってるんですかぐらい。これでショーなんだもんな。これね、はい、これ台とかにはどうなっちゃうんだろう。アンドジャシュとろける感じのチャーシューで美味しい。これラーメン？いや、どっちって言えないんですけど、これじゃあ、ほんと不思議な感じなんだね。どっちかというと、うん、チャーシューのお肉から独特なお肉の風味出るじゃん、うんうん、それがちょっとラーメンを醸し出してるのは出てる、うん、でもラーメンラーメンっていう感じの肉から来てる感じの味。ちょっと飲んで、ラウドンです。反応どうなんですかね。なんかすごく困った顔してますが不思議な感覚ってやつ、口の中と、なんか食感と、なんかイメージとちょっとあれみたいな、ギャップ感じるよね。間違いなく口と脳みそは違うことを感じて違うことを思ってるね。だよね。混乱するな。うん、ちょっと待って、もう一口いいよいいよ食べてでもこれ具があるから、うん、ラーメンっぽいけど、うんうん、お分けいただいた豚汁、うん、豚汁うどん、
でもね、さっき紹介したように一つの器で来てるのがすごい量で、うん、すごい量だよね。こういう点は、今の状態で食べたら地獄がすごい熱い、危険。まあ、熱いのは熱いけど、ゆっくり食べれば大丈夫だとは思う。ちょっと、いただいてみます。この揚げたての高野豆腐店です。いただきます。高野豆腐です。中が、ふわ豆腐。へえ、そうなんだ。うちこれ主食にもおかずにもおやつにもなやつだオールマイティーなやつですか。うん、美味しい。あのね、これ高野豆腐の似てあるのが、多分うどんの出汁も美味しいでしょ。同じように美味しい出汁で似てるでしょ。味がすごいしっかりでじわってする。本当に美味しい。こちら瀬戸大橋記念公園にやってきました。すごい眺めです。そう、あのね、うん、走ってる時は気づかなかったけど、こうやって見ると瀬戸大橋ってカーブしてるんだね。カーブしてまたまっすぐで橋脚が並んでて、すごいね。橋脚のさ、このシルエットもちょっと形違うのね。うん、すごいね。楽しめてます。